能なしの居場所は我が社にはありません。いわゆるエリートの面接官は俺を嘲笑ってからコーヒーカップを手に取り近づいてきた。え？そして唖然とする俺の頭に面接官がコーヒーをぶっかけた。この瞬間、俺はこれは面接などではないと悟る。最初から採用するつもりなど毛頭なかったのだ。職務経歴とか志望動機といった普通の質問は一切なし。はっきり言って会話自体が成立していないのだ。俺はただ面接官が一方的に浴びせる罵詈雑言を黙って聞くしかなかった。私は一流大卒のエリートですが、そんな私と肩を並べて働けるとでも思ったんですか？あなたのような人間は採用試験を受けようと思うことさえおこがましい。浴びせられる言葉の一つ一つが聞くに耐えないものばかり。不幸中の幸いだったのはコーヒーが冷めていたから火傷だけはしなかったこと。やっぱりな。俺は怒りよりも諦めの感情しか浮かんでこなかった。面接官の言うことももっともなのだ。中卒かつ明日50歳になる俺がこんな大企業に応募すること自体間違いだった。俺だって今までの人生で見たこともないような社屋を見た瞬間に猛烈な居心地の悪さを感じてしまった。面接行ってみろよ。俺が話を通しておくから。あの人の言葉を信じた俺がバカだったんだろうなと思う。指定された日時にバカ正直に来るべきではなかったのだ。とんでもない広さのロビーで名前を言ったら受付はスムーズに通してくれた。だからおっさんが話を通してくれたのは間違いないだろう。だがその先で待っていたのはエリートから見下された挙句コーヒーを浴びせられるという相応の現実だった。おっさんは俺のことを落とし入れたかったのだろうか。おっさんこと竹原さんと出会ったのは公民館で定期的に開かれている囲碁同好会。何度も参加しているうちに竹原さんからいつの間にかおっさんという呼び名になった。面白いもので向かい合っていると心の距離感も縮まるものだ。そのうち俺はおっさんに人生について相談するまでになっていた。俺は中学を出てからずっと弁当工場で働き続けている。俺の面倒を見てくれた工場長の引退が決まった時、今度は長年副工場長をやってきた俺の番だとばかり思っていた。しかし期待は予想外の形で打ち砕かれる。現場の経験どころか、それまでは全く別業種の会社に勤めていた工場長の息子が後釜に座ることが決まったのだ。プライドとは無縁な人生だったから、大きく年の離れた上司に使われるのは構わない。だが俺は新工場長がコストカットを理由にお客様第一の社風を踏みにじったことが許せなかった。そんな苦悩を聞いてくれたおっさんは俺にある提案をしてくれた。転職する気があるのなら面接の話を通すことができると。おっさんは良識ある人だったが、前の工場長も大変な人格者だった。母子家庭という厳しい状況を知って全くの未経験の母を雇ってくれたのだ。そして俺は中学を出るときに躊躇なく就職を選択した。理由は簡単で、母を助けるため。もともと
そんなに体の強くなかった母は、無理に無理を重ねたせいで倒れてしまった。それでも母は仕事に戻ったが、一度倒れた母にこれ以上無理をさせたくなかった俺は、当時の工場長に相談した。その結果、母の退職と俺の就職が同時に決まった次第である。ただ、母は工場を辞めた後も、少しでも家計の足しになれば、と、清掃員として働いてくれた。さすがに、年々出勤数は減っていたが、それでも、つい最近まで頑張っていたのだ。俺は、そんな母を尊敬しているし、感謝もしている。加えて、母の負担を大きく減らしてくれたのは、紛れもなく、前工場長のおかげだ。いろいろと本当によくしてもらったからこそ、少しでも恩返しできればと工場で頑張ってきたのだ。俺が入った時の前工場長は、今の工場長と同じ年頃だ。相当な月日が経ったんだな、という感慨とともに、人格者の前工場長でも子育ての天才というわけにはいかないことに、世の無常を感じる。まあ、いい年こいて、独身かつコミュニケーション能力も低い俺が言えたことではないかもしれないが。ああ。さて、話を戻す。いつの間にか俺は自分の人生を振り返っていたようだ。一丁羅のスーツはすっかりコーヒーが染み込んで変色している。もう一度言うぞ。うちの会社に中学校しか出てない底辺のゴミはいらないんだよ。面接官はすっかり自分の言動に酔いしれている。コーヒーまみれの俺を指さし、とうとうゲラゲラと笑い始めた。その時である。会議室のドアをノックする音が聞こえたかと思うと、現れた女性社員が俺を見て驚愕。何をしているんですか？その人は前社長、ご推薦で。女性社員は俺にハンカチを手渡した後、慌てて会議室を飛び出した。一方、面接官は真っ青になって何も言えない状況。お待たせしました。どうも。さっきの女性社員はすぐさま戻ってくると、タオルを使って俺を拭いてくれた。ありえない。こんな無残な履歴書だぞ。我が社はエリート集団。こんなやつ、我が社には不要だ。ひどく動揺した面接官は、何やらわめき散らしているが、完全に蚊帳の外だ。俺は呆然としていたが、女性に吹かせてしまっていることに気づくと、タオルを取る。そして、自分で吹き始めた。大変、申し訳ございません。私がもっと早く来ていれば。女性社員は、焦燥した様子で、俺に何度も頭を下げてから、名刺を差し出す。受け取った俺は、彼女が社長秘書であることを知った。あなたは、一体、なんてことを。女性社員は、ものすごい形相で面接官を睨みつける。先ほどとはまるで別人のようだ。しかし。俺に対しては、どこまでも強気だった面接官は、今やすっかり動揺している。俺は人事を一任されているんだ。それに、前社長といっても、一線を引いたじじいじゃないか。面接官はそれでも虚勢を張ったが、次の瞬間、予想外の事態が起きた。そうだな。確かに一線を引いたじじいの出る幕ではないのかもしれん。しかし、君の行動は行き過ぎたものだ。会議室に入ってきたのはあのおっさん。俺をこの場所まで導いた張本人である。そんな。随分動揺しているな。
一線を引いたジジイだよ。震え上がる面接官に対し、おっさんは楽しそうに声をかける。そして、俺を見た。不快な思いをさせてしまってすまない。スーツも弁償させてもらう。次の瞬間、おっさんは真面目な表情で俺に向き直り、深く謝罪した。しかし、これでは終わらない。今度は、現社長が会議室に現れた。怒りに震える現社長の顔と表情は、おっさんそっくり。自己紹介されるまでもなく、両者が血縁者であることが伺えた。さて。会議室の中は修羅場も修羅場だが、冷静さを取り戻した女性社員が、もろもろの説明を始める。女性社員は、前社長のおっさんが、まだ現役時代の頃から勤めていたそうだ。続いて次の説明へ。息子に社長の座を譲ったおっさんは、名誉職にもつかず引退したが、それに前後して、社員の質が落ちているという報告を受ける。そこでおっさんは、人事担当、つまり、面接官の適性を確かめるべく、俺を送り込んだ形だ。そう言うと格好はいいが、俺も今知ったのではあるが。学歴や履歴書ばかり見ていないか、まず何よりそれが最重要視されていた。しかし当然何も知らない面接官はいつも通りの暴挙をやらかした挙句、今に至る。そして面接官の暴挙を目撃した女性社員はタオルを取りに行くとき、万が一の事態に備えて控えていたおっさんに事情を説明した、というわけだ。いいか、会社にとって社員は宝だ。それを傷つけるなど、言語道断。おっさんは現社長、つまり自分の息子と面接官を一括。そして、これはもはや警察沙汰であるとも告げ、俺に対して謝罪するよう迫った。いや、まあ、俺は動揺してしまう。確かに警察沙汰だし、言ってしまえば現社長の監督不行き届きだ。しかし大企業の社長に末端の面接担当者までいちいち管理しろというのも酷な話だろう。誠に申し訳ございませんでした。しかし、現社長は一切言い訳することなく、しっかりと俺に謝罪した。それは本当に真摯な態度で、さすが社長だと俺は思う。逆に、面接官は心底嫌そうに小さく頭を下げるのみ。本当に小さい奴だ。しかし、どうしてこの人を家に入れようと？一区切りがついたところで、女性社員が素直な質問を口にする。彼は囲碁の天才でね。そう言っておっさんは笑うが、俺たちはみんな首をかしげる。そしておっさんは、俺たちの出会いや、いつの間にか師匠が俺、弟子がおっさんという不思議な関係になったことを説明する。見返りを求めたつもりはなかったが、俺はおっさんに囲碁を教えるのと同時に、おっさんに人生相談を行っていた。彼は子供時代、神童と呼ばれていた。そのまま囲碁を続けていたら、いずれは日本を代表するような存在になったかもしれない。そんな、買いかぶりすぎですよ。俺はそう言うが、もしもあの頃、経済的に余裕があれば、と今でも思う。もっと別の選択肢があったのかもしれないと。おっさんもそれについては同意見だったようで、もしもその頃出会っていたのなら、自分は喜んでパトロンになっただろうとまで言ってくれた。でも俺は、その言葉だけで十分だった。母が仕事をしているとき、
俺は兄弟と囲碁ばかりしていた。それが過酷な生活の中の数少ない息抜きだった。だから後々同好会に入ってようやく兄弟以外の相手と囲碁をやれた時は本当に救われたような気持ちだった。彼は切れ者だよ。私が保証する。囲碁で培った力は社でも存分に活用してもらえるだろう。さすがにそれは言い過ぎだと口に仕掛けたが、おっさんの顔を潰すような真似もしたくない。ここは好きに言ってもらうのが筋だろう。それはさておき、その格好をまずはどうにかしないと。見るに大変。おっさんは着替えも手配してくれた。かと思うと、いつもの銭湯に行こうじゃないの。と言ってくる。本当に、権威あるお方だとは思わず、申し訳ありませんでした。いいの、いいの。思えば同好会の時、失礼と受け取られてもおかしくないことを、俺はおっさんに言ってきたから、さすがに謝罪せずにはいられなかった。しかし、おっさんは全く気にしていない様子。そりゃ気づかないよ。変装は大げさとしても、現役時代とは全く違う格好で過ごしているからな。まあ、ただのおっさんだよ。豪快に笑ったおっさんは、がっちりと俺の手を握った。君とは仕事や立場のことは考えず、これからも囲碁を打ちたい。よろしく頼むよ。続く言葉が本心であることはすぐに理解できた。だから俺は後日、改めて面接を受けることになる。難しいかもしれませんが、その場で俺はそう前置きした上で語った。一人の人間として、俺を見ていただきたいと思います。数日後、俺は社長の特別顧問という形で入社を許された。俺は救われたという気持ちを感じた後、すぐに社長を支えねばという使命感に燃える。プラスになると思った人間しか入れる気はないよ。俺は採用を言い渡された時、現社長から言われた言葉を絶対忘れないだろう。その言葉を胸に秘めてついていくつもりだ。それと面接官だが、あの後こってりとお灸を据えられた後、左遷という浮き目にあったそうだ。能力と態度が釣り合っていないというのがその理由らしい。いろいろと落ち着いた今でも、俺は休みのたびに公民館へ行っている。引き続きおっさんで構わないと念を押されているから、前社長は今もおっさん呼びだ。そういえば、おっさんはあの女性社員のことはどう思うかと突然聞いてきた。はあ、私はあの子実の娘のように思っているんだが、彼女はまだ独身なんだ。生真面目だから今期も逃してしまったようでな。無茶言わないでくださいよ。俺にどうしろって言うんです？それが彼女もまんざらではない様子でな。冗談半分で君の結婚相手を募集していると言ってみたら、彼女手を挙げたんだよ。本当に困ったおっさんだと思う。だけど俺はこのおっさんが大好きだ。できることならいつまでもこの人と一緒に囲碁を打ちたいと思った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。